はい。えー、それでは今回は特別編ってことで、えー、ちょっとまた計画中なんですけど、え一、ー、日副賞生活ってことで、えー、もうね、えー、最近もう全然馬券ね、重症第一ってしてるんで、え一、ー、日にですね、えー、勝負レース決めて、そちらの副賞をね、えー、買い続けるとどうなるかってことをちょっとやってみたいんで、まあ、特にね、収支つけるとか、そんなね、えー、そこまでの計画まだなんですけど、とりあえずね、 えー、今週できればってことで、まあ土曜日のレースを目標にちょっと金曜日の夜ちょっと考えてね、えー、やっていきたいと思いますわ。はい。で、内容が自信、えー、あるレース、えー。もう会場、東京と京都ですかね、今週。えー、もう会場問いません、えー。レース数問いません。だからもう10レースなるか、5レースなるか。 まあ1レースは多分ないと思うんですけど、5か10か、もうちょっとあるかな。えー、ほんまに自信あるとこだけの1頭ですね。えー、そこを買ったらどんだけもう軽くちょっとやってみたいと思います。で、一応1レース、えー、目安分かりやすいように1レース1万円でい、えー、きますわ。わはい。とりあえずね、もうやってみましょう。やってみると分からないですわ、もう。うん。はい。まあね、えー、この、例えば10レースの中でもしね、参考なるレースがあればと思ってちょっと紹介したいと思います。 はい。ちょっと最近ね、えー、もうほんまに真剣に一頭絞ったとこに副賞ドーンって言ったら結構パーンってなることがね、意外と多いんで、えー、重傷ではね、もう全然くそっちっていうね、成績続いてるんですけど、意外と、えー、未勝利戦とかね、条件戦、意外とね、そっちで、えー、回収しきってるからこそ今ちょっとね、生活できてるんじゃないかと思ってるんで、いやほんまに冗談だけでね。 重症だけこうでと多分私ね、もう多分、アコも5回ぐらい行ても多分足りなかったんで。はい。えー、ちょっと今週から、えー、引き締めてね、1周年記念も過ぎちゃったし、頑張ろうと思います。はい。ただですね、えー、副賞1点張りでね、もうお腹痛いのこれですね。4着いや、これが一番お腹痛い。いやはは、今までも結構あったんやけどね、これほんまお腹痛いからねうわ、写真判定とかされたらほんまお腹痛い。ずっと10分ぐらいお腹痛いもん、これ。で、ね、結局4着からこれ。向かってます。はい。 えー、まあね、えー、4着も嫌なんですけど、えー、私ね、これね、4着でうなだれて倒れてるんかと思ったんですけど、えー、これよく見るとですね、足元の方を注目してください。えー、水色、えー、赤、そして紫か、お色ですね。えー、これ実は、えー、服も4着ですわ、これ。だから苦しいんですね。はいや、だからそういうことや。うん。それ服4着着たらそれ苦しいもんね。俺、だからお腹痛いです。苦しいです。こんな着,着させないでくださいよ。でもこれだもはいや、だからそういうことや。とりあえず。うん、そういうことや。はい。 まあ、とりあえずですね。はい。えー、っと、一応、えー、今までね、えー、10万円以下の5万以上を副賞でぶっちりしてながらね、ちょっとお腹痛かったレース、何レースかあるんで、4着秒、えー、これちょっと分分けて、次の動画で放送しますんで、一応参考レース4着秒ってことで、えー、ちょっとだけ流すんでね、よろしくお願いします、はい。以上でこちら終わります。ご清聴ありがとうございました。